モーションレス・イン・ホワイト、A、モーションレス・イン・ホワイトは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、スクラントンにて2005年に結成された、メタルコアバンドである。全員が強烈なゴスファッションに身を包んでいる。バンド名は、18ビジョンズのモーションレスホワイトが由来で、ある。ボーカルのクリス、モーションレス・セルーリは、 自分たちの音楽はメタルであるという強い自負を持っており、それゆえにスクリーもとカテゴライズされることを不満に思っている。2005年当時高校生だったメンバーによって結成。2010年10月12日、デビューアルバムクリーチャーズをリリースし、全米ビルボード200にて初登場175位を記録。2012年8月11日、 フックザトリガーボリュームに似て初来日。2012年11月13日、セカンドアルバム、インファマスをリリース。プロデューサーにジェイソン・スコフ、ティム・ SKLD を起用。ゲストにスイルワークのビヨン・ストリード、ブリーディング・スルーのブランドン・シャパティラが参加。2014年9月16日、サードアルバム、リーニャ・カーネイトをリリース。ゲストにクレードル・オブ・フィルスのダニー・フィルス。 インディス・モーメントのマリア・ブリンク、ティム・ SK ・エルディーラが参加。2016年6月22日、新曲570と共にロードランナーレコーズへの移籍を発表。2016年8月31日、リード曲に、クリスがゲスト参加した、日本のバンプスのシングル、インサイド・オブ・ M ・ E ・フィーチャリング・クリス・モーションですが、リリース。2017年5月5日、 ロードランナーレコーズ遺跡後初となる、ホースアルバム、グレーブヤードシフトをリリース。ゲストに、コルンのジョナサン・デイビスが参加。2019年6月7日、フィフスアルバム、ディスガイズをリリース。現在のメンバーセッションツアーメンバー過去のメンバー、ありがとうございます。